はい、どうもこんにちは、グリーンデザインチャンネルです。今回の動画はですね、簡単に作れるおしゃれなハイドロカルチャー作りをやってみたいと思います。ハイドロカルチャーって何なのかと言いますと、そこの空いていない器に水を溜めて育てる水耕栽培の、観葉植物のことを言います。で、我が家にはですね、4年ぐらい前からこのテーブルヤシという、植物を水耕栽培で育てておりました。まあ、今回は、別の植物を一緒に植えて、寄せ植えにしていこうかなと思います。今回チョイスした、植物はこちらです。シンゴニウム、赤い葉っぱが綺麗なね、里芋の仲間の植物です。寄せ植えした時にすごく映える色合いの、植物ですね。もう一つがこちらになります。トラディスカンチアという植物です。はい、すごく、銀色のメタリックな色をしていて綺麗な、植物ですね。こちらもですね、一緒に植えていきたいと思います。トラディスカンチアはですね、這うように伸びるタイプの植物でして、ここからグラウンドカバーのようにつるを伸ばして下に下に垂れるようにして生えていく性質があります。なので寄せ植えをするときに手前の方に持ってきてあげるとつるがよく伸びてくれてバランスよく植えることができます。こちらのシンゴニウムはですね、上にどんどん伸びていく性質があります。株がどんどん大きくなっていくにつれて、背も高くなっていってボリュームが増してくるような生え方をしていきます。はい、で今回はですね、この2つとそれともともとあったこちらのテーブルヤシ、この3つを寄せ植えにしていきたいと思います。はい、それではですね、使う材料ですね。まずは入れ込む器です。器の大きさは、まあ、植物が入れば何でも OK です。ただあまり小さすぎてしまうとバランスが悪くなってしまうので、ほどほどのサイズを入れてみてください。で、目安としてはこうやって苗がスポッと入るぐらいの大きさ、このぐらいの大きさがちょうどいい大きさだと思います。それと、今回使う植え込み材はこちらになります。ゼオライトハイドロカルチャー専用植え込み材料というものを使います。ちょっとこれ開けてみたいと思います。はい、中身はですね、こんな感じの白い石のようなものが入っています。こちらはですね、ゼオライトという、鉱物ですね。で、目には見えないんですけれども、この石の表面に細かい穴が開いているんですね。多孔質と呼ばれる材質でできておりまして、そこにですね、小さい空気の層ができて、水を入れた時に水の中酸素が少ないんですけども、空気の層が石に入ることによって根っこが酸欠になるのを防いでくれる効果があります。なのでハイドロカルチャーをする時にこのゼオライトを使ってあげると根腐れしにくくなります。まあ、酸欠状態を防いでくれる石です。植え込み剤兼根腐れ防止剤の働きを持つこのゼオライトという石です。今回はこれを使って植え込んでいきたいと思います。では早速、植え込みをやってみたいと思います。植え込みのやり方ですが、まずはこの器のね、底一面にゼオライトを入れます。こんな感じですね。ちょうどそこが隠れるぐらいに一回入れてあげて、で、一旦
これは置いときます。まずは苗を取り出していきましょう。今苗がですね、もともとこれ植わっている、デカトンという、まあ、ハイドロ用のこういう植え込み材に入ってるんですけども、これ全部取り除いていきたいと思います。すごい根っこが張っているのでなるべく根っこを残すようにして取ってあげることが、望ましいですね。一旦植え込み材を全部出します。あらかた植え込み材が出てきたら株をそっと持ってあげてゆっくり引き抜いていきます。少しずつそーっとそーっと引き抜くようにしてあげると根っこがねちぎれないようにそーっと抜いてあげてください。でよいしょ、このぐらい、残っていれば大丈夫です。あとは、取れる範囲でいいのでしっかり、無理に根っこが切れないようにですねこの植え込み材を取り除いてあげてください。しっかり、植え込み材が取れました。立派な根っこですね。これだけ根っこが張っていれば、元気に育ってくれると思います。では、シンゴニウム1回こちらに置いておきましょう。トラディスカンチア、こちらも同じように出していきたいと思います。あ、これはすんなり取れましたね。植え込み材をしっかり取ってあげて、こんな感じですね、取れました。このスポンジ、オアシスというですねこういうスポンジに植え込まれていて細い根っこがこう出ています。なので根っこがちぎれやすいので気をつけてください。で植え込み材からね、出ちゃってる子もいるので、まあ、こういうのがいたらそーっと取ってあげて、株分けできますのでこうやって株分けすることも可能です。ではお次はね、もともと、我が家で使っていた、このテーブルヤシ、このヤシを引き抜いていきたいと思います。引き抜くのは簡単なのでもうそのまんま素直にこんな感じで根っこが張っておりました。すんなりもともと入ってた植え込み材も取れましたので、まあ、今回これを使っていきたいと思います。これらを使って、寄せ植えを作っていこうと思います。ではここで一つですね、寄せ植えの作り方のコツを、ご紹介したいと思います。今回あるトラディスカンチア、シンゴニウム、そしてテーブルヤシの、3つを使うんですけれども、それぞれ高さが高い、中くらい、低いという大きさになっております。で、注意するポイントなんですけれども、高さにメリハリを出してあげるととっても素敵な寄せ植えを作りやすいです。あともう一つは、カラーですね。白い、シルバーカラーが入った葉っぱの色で、こちらが、赤い色で、こちらが見ての通り、テーブルヤシは緑色ですね。こんな感じで、色の差を出してあげることで、色のメリハリも出ます。ハイドロカルチャーいろんな植物、売られてますのでぜひ、色の違いを利用してメリハリをつけてで植え込んであげると可愛く作れますのでやってみてください。で、あともう一つですね、もう一つは葉っぱの形に、差をつけることがコツになります。テーブルヤシは細い、線状の葉っぱになっておりますね。で、シンゴニウムは、平たい面の形をした葉っぱになります。で、トラディスカンチアも、平たい面の形をしているんですけれども、シンゴニウムに比べると、葉の形、少し小さい、葉っぱの大きさになっておりますね。こんな感じで、葉っぱの形、線状の形、面の形、あともう少し小さい、いわゆる点と呼ばれてるんですけども、この点、線、面の葉っぱの形で植え込んであげると、葉っぱのメリハリがつきやすいので、そこも意識して植え込んでみてください。それでは実際に植え込みしていきたいと思います。はい、まず器ですね。
まあ、今回器はですね、こっちを正面にして植え込んでいきたいと思います。まずは背の高いものから植えていってあげましょう。今回は、このテーブルヤシを先に植えていきます。敷いてある、植え込み材の上に一度これを入れてあげます。場所が決まったらそっと持って、場所をキープしてあげます。ではもう一つ、次に背が高いのはこちらのシンゴニウムです。根っこが必ず器の中に入るように入れてあげてください。で、また植物の形を整えて一番よく見える形で植え込んであげてください。最後ですね、最後はこのトラディスカンチアを入れていきます。ちょうどトラディスカンチア、株分けができたので、もう一個パーツに区切った方も、ちゃんと入れていってあげたいと思います。今とりあえずこんな感じで、仮に入れてみました。まだここにですね、植え込み材が入っていない状態なので、今度ここに、植え込み材を入れて植物を固定していきたいと思います。はい、じゃあそれではね、こちらのゼオライトを今度入れていきたいと思います。植物と植物の間を縫って、はい、今ですね、ゼオライトをですね、ざーっと中に入れました。最初はこんな感じで、ざっと入れていきましょう。そして、今まだこうやって隙間が空いていまして、そこにしっかりとゼオライト、植え込み材を入れていく必要がありますので、ここで割り箸のようなものを、何でもいいです、細く尖ったものを使って突き込んでいきたいと思います。葉っぱの位置を整えながら突き込んでいってあげると植物の位置が固定されますので、植物を押さえて突き込んであげてやってください。あまり強く突き込んでしまうと根っこが切れてしまいますので、優しく突き込んであげてください。こちらも植物の形を整えて、まず押さえて割り箸で突き込む。こうしてあげると植物の形がしっかり決まります。はい、ある程度ですね、今突き込みができました。しっかり、植物と植物の間に植え込み材が入っていったと思います。ではですね、少しここが空いておりますので、もう少し植え込み材を入れていきたいと思います。はい、今ですね、植え込み材をしっかり、口の方まで入れることができました。しっかりと上の方から植え込み材押さえてあげて、で株がぐらつかないようにしっかり固定してあげてください。で今振っても株がこんな感じでぐらつきませんので、ここまでしっかり植え込めれば完成になります。あと植物の位置ですね、少し微調整ができますので、お好みの形で少し葉っぱの形を整えてあげてください。であまり整えてる時に、強く植物引っ張りすぎると、簡単に抜けてしまいますので、抜けないように慎重に優しく扱ってあげてください。株元を指で押さえて、少し揺すってあげると形の調整がしやすいですので、お好みの形になるように、株元を指で押さえて、株元を指で押さえて少し揺する。
こうすると、しっかり植え込んだ後でも、株を動かすことができます。はい、こちらで植え込み完了です。こんな感じでですね、真横から見ると、高さの高いテーブルヤシで、中間の高さのシンゴニウムで、さらに、こちらニトラディスカンチアが植わっていて、高さが、大中小とメリハリがつくように植えてあります。でさらにですね、このトラディスカンチアはこれから、つるを伸ばして這うようにしてだんだん垂れるように成長しますので、これから植物たち成長していっても、お互いのね、バランスを崩すことなく成長できるように工夫して植えてあります。であと色合いですね、緑と赤、そして、メタリックな白い色が、バランスよく植えられていて、綺麗な色合いでまとめることができました。ハイドロカルチャーの育て方はですね、熱帯農植物が多いので10度以上をキープしてあげるとうまいこと育ってくれます。であと日当たりはいい方がいいので、なるべく明るい室内で育ててあげてください。では次にですね、お水のやり方について説明したいと思います。はい、ではお水のやり方なんですけれども、今お水が入っていない状態になります。で器のだいたい3分の1ぐらいの高さに水が入っていると、土が勝手に水を吸って、根っこの周りに水を運んでくれますので、だいたい3分の1を目安にお水をあげてください。で透明な器だと横から確認することができますので、水位を確認してだいたい3分の1ぐらいになるところでとどめておきます。はい、このぐらいですね。今水がちょうどここまで入っております。こんな感じで、ゼオライトが水を吸ってくれますので、全体的に水が行き渡ります。なのでこれで、あとはしっかり乾くまで待ってください。水がちゃんと乾くまで待って、乾いたらまた同じように3分の1程度の高さに水を入れて、でまた乾いたら入れるの繰り返しになります。お手軽に手に入るハイドロカルチャーですので、ぜひね、ちっちゃい寄せ植えを作って、机の上に置いて、可愛く飾ってみてください。では、今回は動画はこちらで以上になります。この動画もしよろしければ、いいねボタンをよろしくお願いいたします。でまたチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。でこれからですね、LINE アットでのご相談も受けたまわっておりますので、動画概要欄に書いてある、LINE ID をぜひお友達登録して、何かお困りごとあった場合はお気軽にご相談ください。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。